セガサミルクス、レッツゴー。皆さんこんにちは、セガサミルクスのケンタロウです。同じく佐藤ひなたです。クラショウです。ジョーです。そしてタズです。かわいい、タズです。はい、本日の企画はタズに聞く100の質問コーナー。はいはいはい、これはもうルックスでねおなじみの100の質問コーナーですけど、はい、今回はですね新メンバーのタズにいろいろ聞いていきたいと思います。もう顔真っ赤やね。もう真っ赤。緊張しますか？めちゃくちゃ結構ねタズのことなんかまあまだ1ヶ月でもっと長いね知り合って長いメンバーもいるけど、どん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 深掘りしていけたらなということで、早速行ってみましょう。レッツゴー。ということで、ででん、1問目、お名前教えてください。カズです。年齢は18です。最年少。俺と同い年やけど俺より学年が1個だけ下なんですよね。ってこと今ということで現役、現役高校生。うおー、これにより、はい、セガサミールックス最年少が、はい、カズに移りました。おい、ペンに後輩投げてきました。身長は177センチです。おお、はい、大きい。出身は福岡県です。福岡。何人兄弟ですか？2人兄弟でお姉ちゃんが1人。自分の長所は何とか頑張るところです。何とか頑張るね。自分の短所はめちゃくちゃ面倒くさがりなところです撮影始まる前、うん、髪セットした方がいいんじゃないってみんな言ってる。いやでもみたいな。なんで渋ってんだよお前みたいな。一発目だぞって、はい、昔習っていた習い事。水泳と硬筆と、あとサッカー。サッカー硬筆か。硬筆か。字の、はい、じゃあもう字は綺麗。いやめちゃくちゃ汚いですやばいです。吸収してないやね多分。サッカーのポジションは、サッカーのポジションポジションなんかどこだったんだろう。なんか小学校の1年だけでどこだったんだろう。なんでなの、こうセガサミルクスにこう入る人っていうのはなんかボンホヤーってしてるというか、おもろいキャラが多いですよね。利き手はどっちですか？右手です。右手で。右。好きなスポーツは？ダンスかスケボーです。スケボー、はい、やってみたいスポーツは？バスケ。あー、バスケ。バスケ。好きな食べ物は？大抵野菜以外。野菜以外は大体何でも好きです。嫌いな食べ物はもう野菜です。野菜。野菜ダメなんだ。はい、全般もう全部なんか野菜っていうのがもう嫌です。好きな色？黒です。好きな YouTuber さんは？強いて言って出すなら岡田を応援っていうやつと、ルイスモラってやつが岡田を応援っていうチャンネル名。はい、とあとルイスモラっていうスケートのやつで。スケートのね、はい、好きなアーティストさんは？ブルーノマーズさんとか。はいはいはい、安定に好きだったりします。いいですね。好きなアニメは？結構いろいろあるけどスラムダンクとか。いいよね。安定に好きです。いい、ね、必ず持ち歩くもの？携帯、財布、エアポッツ、目薬、指輪。めっちゃ持つ。さえちゃんのさ、指輪事情聞いてあげて。指輪事情。俺これもた指輪3年以上つけてるんですよ。で、ここちょうど4日前ぐらいか、多分指が痩せてこうやったら取れるんですよね。どちよ。4日前から急に来たんですよこれが。いきなり指痩せるって、あれ、はい、それか3年間毎日むくんでたか。いや今日それ朝大ちゃんがめっちゃダラ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 喋ってきたから、いやお前さ3年間指むくんどってだけやろって言ったら、なんかふーって笑って今使ったこいつ。あいつやめろやめろ。なぜルックスに入ろうと思いましたか？普通にもう入りたかったからです。おお、かっこいいから。シンプル。はい、もうシンプルに。ありがとうございます。嬉しいよね。嬉しい、言ってもらえるの。オーディションで一番辛かったことは？まあオーディションでもいいし、はい、オーディション期間でもいいし、うん、地味に一番きつかったのはもう毎回東京来るのがなんだかんだ福岡だったから。あ、そうだね。そこが意外と、はい、合格連絡が来た時どうでしたか？あ、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。入団して1ヶ月が経ちましたが、メンバーとのエピソード一つ教えてください。はい、この前ダーツに行ってめちゃくちゃ楽しかったことです。お、誰と行ってきたの？そう、タイちゃんと俺とジョーとタキで行った。おお、タイちゃん初めてダーツする。あ、そうなの？初めてっていうかしたことはあるけど、したことあるけど、タイちゃんのダーツびっくりするぐらいこの投げる時のフォームダサいんですよ。めっちゃダサい。めっちゃダサい。こういうのないですけど、めっちゃブル入る。やばい、マジでうまかった。そう、めっちゃうまい。フォーム関係ないの。そうそう。過去のルクスのラウンドでどれが一番好きですか？部族のやつみたいな。あー、赤いやつ。ザウリだ。飛び跳ねてザウリね。あれはなんめちゃくちゃなんか印象残ってる。あれインパクトでしかないもん。怖いっすもん。ルクスでチャレンジしてみたいことは？やってみたいことはあって、ルクスのみんなと一緒にその海外とかのイベント、それこそ出たり、行きたいね。そういうみんなで遊んだりしたいな。確かに確かに。ここからですね、
ね、こんなねイケメンで可愛いタズですけど、はい、タズの出会いについて聞いていきたいと思います。初恋はいつですか？多分小学5年生の頃です。おお、はい、好きな異性のタイプは？短いより長い髪の方が結構好きです。付き合うなら年上年下？年上です。おお、お姉さんがいいんだ。はい。何フェチですか？意外と匂いが結構好きです。恋愛においては SM どっちですか？多分 S です。おお、タイちゃんの感じでさ、グイグイ来られたらね、女の子落ちんの急に来たよ。俺のこと付き合うとーって聞いてな。告白は自分からするしない？どっち？したことないかもです。うわ、モテてきたやつだ。でもされたこともないから、まあ実質ゼロで。ゼロでいい。ゼロでいい。されたことない、はい、デートするならどこに行きますか？自然の方が好きかも。散歩しながらちょっとなんかスケートパーク見えたり。あ、ちょっとストリートな女性の方が、あ、多分そっちの方が変になんか遊びに行くつより軽くそういう自然がある方が、ね、そっち側で。それではですね、メンバーについて、はいはいはい、話を聞いていこうかなと思います、はい、一番話すメンバーは？はカナウです。ルクスと付き合うなら？は日向くんです。うえぇ、選ばれたやん。理由は何ですか？シンプルになんか可愛い顔してる。先輩としての意地を見せていかないと。見せたらいいやった。俺ちょっと頑張らないと。ワイルドな設定でしょ。メンバーと入れ替わるなら誰がいいですか？キャンドゥさんです。まあね、あの体で踊り、踊ってみたい。踊ってみたいよね。一番遊びに行くメンバーは？カナウです。まあ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 。そうな。俺だってもうカナウくんとあれでしょ、もうほぼ幼馴染みたいな感じや。カナウしか多分遊んでないかな、あんまり。カナウくんってさ、一回さ、こう誰かに住み着いたらもうその人のこと離れないよね。本当に。確かに。一ヶ月ぐらいなんかカナウくんが俺ん家にいたことがあって。今ねこう撮影でねちょっとカナウくんいないんですけど、一応福岡いるらしいんで、うん、ちょっとビデオメッセージどうぞ。2回目。2度目の登場、カナウです。まあ俺はタイちゃんって呼んでるんですけど、タイちゃんはこんぐらいの時から見てるんですけど、今ではなんかこんなになって。なんか態度も多分でかくなってると思うんですけど、俺に対してなんか結構いじったりとかしてくるんですよ。ちょっと舐めてんなと思うんですけど、けど多分根は相当優しいと思うんで、タズのことを皆さんこれからもよろしくしてやってください。お返しします。はい、はい、ということで愛のあるメッセージありがとうございました。一番うるさいメンバーは？多分滝くんです。一番怖いメンバーは？健太郎さんです。早っ。まだ知らないからさ。確かに。そうそうそう、まだね。喧嘩強そうなメンバーは？はキャンズーさんです。一番真面目なメンバーは？意外とクラショー君か高大君が。意外とって言われてんぞ。意外とですよ。謎な行動をする人は？意外と自分。自分？あ、自分なんだ。よく怒られてるメンバーは？わあ、でもまだ今のところ怒られてるメンバー見たことない。まだ見たことない。今まだ平和ですから、ね。一番遅刻するメンバーは？カナウです。カナウくん、それについてメッセージをどうぞ。どうぞ。遅刻が多いとか生意気言ってるんですけど、遅刻なんてしません僕は。っていうことを覚えておいてください。お返しします。はい、あるメッセージありがとうございます。よく反省してください。反省しろお前。あ、後輩にまで言われて。ルクスの中では、まあ、どういう存在？年齢的にも一番年下的な、うん、そういうだから兄弟で一番下の末っ子ね。末っ子ね。そういう感じだと思います。何か歌ってください。曲名が、うん、お嫁においで、はい、ちょっとワンフレーズだけちょっとお願いします。もしもこの船で君の幸せ。こう真っ赤ね。よし、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンの皆さんに一言。タズです。お願いします。タズです。撮影今始まった。これからメンバーのどこが好きっていうのをそれぞれ聞いていくんで、はい、まずキャンドゥさんのどこが好きですか？自分昔がダンスしてたんで、ちょっと上の人のイメージがありすぎて。あ、そうだね、レジェンドですもん、ね、画面の中の人だもんね。違うよ、俺らからしてね。で、相手にされるかなと思ったが、意外とめちゃくちゃ優しかった。滝のどこが好きですか？常に元気なところです。カナウのどこが好き？地味なこの連絡してくるんですよ。その時に地味に優しかったりするから。あ、なるほどね。あと大体何言ってもいいよって言うから。お、そういうところが。ひなたのどこが好き？普通に可愛いとこ。これ舐められてるな。のすけのどこが好き？大人数いるときはそんなになんですけど、地味にもう一番お兄ちゃん感があって、なんか全然なんかあって言ってねみたいな、言ったりしてくれるところが優しくて好きです。わかる。コーディの好きなところ教えてください。
なんか最初の方からもずっと声かけて意見にくれるんですよ、だからそういうところで結構好きです。優しいね、ケンタロウのどこが好き？その連絡とか一回一回まとめてくれるじゃないですか、とか前日にくれるから、そういうところでなんかめちゃくちゃ優しくて分かりやすいからロボやん、業務的なところでロボやん、ロボまとめる役がいないともうちょっとごちゃごちゃなるじゃないですか。なるほどね、ありがとうございます。クラショーのどこが好き？クラショーくんはマジで熱いところです。ありがとうございます。連絡とかも何でもそうなんですけど、話したらもう別に嫌じゃないんですけど、もうぐわー帰ってくるとか。いやちょっと嫌や、ちょっと嫌や。そこがクラショー君っぽくて。リモアの好きなところは、まあ、もうなんかふわーってしてるところと、あれもう見たら分かる、かっこいいじゃないですか。かっこいいね。だからもうそこが好きです。マオの好きなところ、マオの好きなところ、優しいところ。優しい。この前もインスタにリール上げたらコメントしてくれたりしてるからちょっと嬉しいみたいな感じ。嬉しいよ。ジョーの好きなところを教えてください。なんだかんだ連絡したら3つも返してくれるんですよ。おう、そういうところが耐えれるから結構好きです。何か踊ってください。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、96、
ですよ。おお、はい、でもなんだかんだまた今日もコーチ使ってます。はい、お気に入りのスニーカーはこれっていうのはないんですけど、スケボーするときは S っていう、うん、ES って書いたやつがあるんですよ、それを絶対使うようにしてます。今日は何の靴を履いてきましたか？はニューバランスです。ニューバランスです。最近撮ったお気に入りの写真はドンドン。好きなダンサーは龍馬くん、キくん、エイジくんとか、九州で言ったらもうそういう感じで。今決めポーズをしてください。決めポーズ。これそれや。これラインスタンプ作りたい。カズでーす。一番使う方言は？何しようと。好きな歌手は？鈴木まみこさんです。好きな日本語ラッパーは？ラッパーか普通の歌手なのかわからないですけど、うん、一応ジンさんとか906さんとか、うん、そこら辺は結構好きです。うん、福岡のおすすめスポットは？アップルバターストアっていう、そういうスケボーのセレクトショップがあって、そこはめちゃくちゃ服とかいけてて好きです。それこそこのズボンもアップルバターストアで買いました。俺とタイちゃんとカナウは色違いのパンツ持ってますから、うん、あ、そうなん3人で白もそうだからもう似てるんですよ。そう、学生時代のあだ名は？よくタイちゃんって呼ばれてます。タイちゃんね、うん、もらって嬉しいものは？ファンの方からだったら意外と何でも、その食べ物以外は何でも。食べ物はちょっとテンプレだよね。ちゃんとね、はい、スマホのロック画面とホーム画面は何ですか？どん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 やな。もしも明日オフならどう過ごしますか？とりあえず昼ぐらいまで寝て、うん、洗濯して、うん、友達と遊んで、うん、夜はダーツして、うん、帰って寝たいです。最近したゲームは？でも今モンハンナウっていうアプリが出てて、なんか出たらしいね、ポケモン GO のモンハン版が出てて、だから最近その練習あるじゃないですか、うん、もう家の目の前からバスで行けるんですけど、うん、ちょっとあの歩いてわざわざ駅まで歩いてモンハンしながら行って、体力がだいたいなくなるんで、それで電車乗って行ってます。普段の休日の過ごし方？だいたい昼ぐらいに起きて、うん、顔とか洗って洗濯してショーニングルーティンが入ってるから洗濯してわあ何しようってなって、でこの前だとジョーにちょっと遊ばん遊ぶか踊らんって言って、この前はダーツになりました。ダーツ、はい、自分の自慢できること？スケボーとダンスができます、うん、おい、いいですね。続いて楽器はできますか？あ、できません。最近何買いましたか？最近はあ、それこそアップルバターストアが最近10周年迎えたんですよ。おお、だからその T シャツを買いました。おい、一番使う SNS は？インスタです。インスタグラム、はい、好きな動物は？まあ安定に猫は好きで、インコも鳥は結構好きで、鳥も全般、フェレットとか、フェレット、もうなんかとりあえずなんか撫でれるものは好きです。あ、でも犬は嫌いです。犬ダメだ。一番投げたいやん。一番投げたいやん。今まで買った一番高いものは？原付き、スーパーカブを買って。朝起きて最初にすることは？アラーム止めて連絡見ることぐらいです。朝はパン派、ご飯派？はご飯派です。ご飯派、ね、お風呂は朝派、夜派？は夜派です。絶対夜派、うん、体洗うときはどこから洗いますか？首から洗います。寝るときはどういう体勢で寝ますか？
仰向けか、だいたい布団にこう抱きついて、足を上げて、ね、抱き枕とか いいね、プレゼントとかでね、置きたいからね、抱き枕もあります、くださいじゃなくて、あります報告していらないよみたいな、さすがにこれで何個かもしも来た時困りますもん、マジで困ります、困りますよ、ね、寝相はいい方ですか、わ悪いです、あ悪いんだ、そう、最近見た夢は、友達とバトルデに行ったんですよね、それこそ今日見たのが、うん、で友達とバトルデに行って、うん、それがアンダー18、多分18歳以下のバトルだったのに、うん、大人の人が出て、その友達がめちゃくちゃキレて文句言うみたいな、うん、てきましたアルバイトは何してましたか、もつ鍋屋さんとステーキ屋さんと、アメリカをモチーフにしたそういうバーベキューとかできる、ちょっとお酒も飲めるみたいなところのバイトしてました、飲食系が多いな、はい、口癖は何ですか、最近は夏だったんで暑いです、マジ暑いマジ暑い暑いです、暑いですね、部活は何をやってましたか、帰宅部です、帰宅部、一人暮らしで苦戦したこと、苦戦していること、洗濯と皿洗いです、うーん、だけで、何の曲が好きですか、それこそ最近まだ東京来たばっかなんで、鈴木まみこさんの東京って、曲を聴きながら、あるんだ、はい、東京だなと思ってスタッフさんがずっと積もってるこの話、今一番ハマっていることは、もうモンハンナウです、あーあーゲームね、はい、願いが一つ叶うなら、願いが一つ叶うならめちゃくちゃ何もせんでもいいぐらいの、そのお金持ちの子供でもうずっとぐうたらしてきたさすがめんどくさがりや、さすが、どんなおじいちゃんになりたいですか、それこそ老後俺行きたいとこ決まってて、うん、もう海外か、うん、それかもう沖縄でもうのんびりずっと海見ながら最高やね、海飲みながらスローライブ優雅に、はい、最高やね、自分の好きなところ、スケボーとダンスができるところ、おお、ね、足のサイズは何センチですか、26センチです、あれ意外ちっちゃい、家を建てるならどこに建てたい、ニューヨークです、絶対ニューヨーク、はい、行ってたもんね、はい、ニューヨーク、あー、うん、今後の夢は、今後の夢はとりあえず目先の目標で言ったらもうチャンピオンシップに優勝することです、個人だったらもうそれこそキャンズーさんみたいなダンサーになることです、うん、来月から開幕するラウンドへ意気込みお願いします、でも最初開幕戦で一番大事だと思うので、うん、もうオール勝ちできるように頑張りたいと思います、おーオール勝ち、スイープですね、はい、はい、ということで100の質問コーナーやってきました、緊張したね、緊張したね、緊張した、初めて、初めて、かわいいよね、かわいい、かわいい、でもめっちゃタイちゃんのいいとこ出た、確かに、ね、出た出た、うん、タイちゃん的にどうだった、緊張したけどまあなんとか、ということで100の質問コーナーやっていったんですけど、はい、この動画いいと思ったら、はい、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、ということでラスト、タイちゃんラップで見てくれた方に一言お願いします、よ、俺の名前は横山大樹、今日も楽しかった、イエーイ、イエーイ、タズでーす